おはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井というの火曜レッスンの時間となります。今日ご紹介するのは、そうですね、えのけ、えみこさんと読むと思うんですけどもね、今回は市長さんのいわゆるリクエストになっておりますんで、もうすでに発売になっている歌ですね。タイトルはバラの思い出、バラの思い出ですね。えのけえみこさんの、一応新曲ということですね。作詞は、作詞作曲編曲とも共に蘭ひぐみ先生が作っておられます。この歌もちょっとね、結構プロモーションビデオもちょっと載ってございませんので、そういった意味で、カバー曲は歌っているような感じがございましたけれどもね、まず一応視聴者の、いわゆるリクエストでございますから、お答えしていきたいなということでございますので、お伝えしながらこの歌をレッスンしていきたいと思います。4分の3拍子で、110回転になっておりますね。一応こう流れるような、4分の3拍子だから、この110回転ちょっとこう流れよく歌っておいいと思いますね。それではワンコラスをね歌ってみたいと思います。通販形式になっておりますけど、後半の方は繰り返しの半分になりますんで、その歌をちょっとね歌っていきたいと思います。それでは普段でございますけど歌ってみたいと思います。ワンコラスね。キーの方は原曲用で一つ上げぐらいにちょっと低い音程なんでね、上げてちょっと歌ってみたいと思います。ほうほう。
きましょうね。はい、
ね、2番のとこですね、セーヌのようで、ここね、で8番セーヌで2番セーヌのので止まる、セーヌのようもポンポンでようですね、セーヌヌを伸ばしてヌので止めてのよ、ようもポンポンと綺麗にようですね、3番もカラオケ、この出しですね、カラオケキーキーサー、なんとこっち合わせんでしょうかね。次4番っていうか4番目のなったはずです、これはなったはずで止める、ずですここの違いですね、うん、あと後半の方も、まあ、歌ってみますんで、また、一緒に歌ってみれば分かると思います。細かいちょっと説明が大変ですからね。じゃあそれではグループクラス参りましょう。
後半の方が譜面がちょっとね、ちょっとこう違うところがございますけど、今私が歌った感じで見てくださればよろしいかと思いますね。まあ、すでに歌っている方もいると思いますんでね、今更ながらということもあるかもしれませんが、一応、市長さんの、リクエストでございますんでお答えしたつもりでございます。以上でございます。バラの思い出、はい、今日はこのレッスンをいたしました。そうですね、チャンネル登録といいねサインで、あとはサポートの方も、まあ、ノートの公式の方が、載っておりますんで、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。